神に近いぐらいの天才ぶり。天才といえばリカチマルですね。天才、リカチマルって天才ですね。天才、おお、すごい。始まりました、人間力向上バラエティー、天才リカチマル。はい、なんと新番組始まりました、天才リカチマルってことで、まあちょっとね、たまにね、あのちょいちょい私天才な部分が出るんですけど、そこをもうちょっと引き出していきたいなって思ってます。でも人間力向上だからね、なんかどんな風に向上していくのかすごい楽しみです。てなわけで、この番組は天才すぎるがゆえに逆に人間らしいことが全く身についていない私リカチマルが、さまざまな企画を通して人間力を向上させていく番組です、という趣旨ですね。もうね、もうほぼほぼなんか神に近いぐらいの天才ぶりはちょっとね、ファンの方はねちょっとご存知かと思うんですがちょっときつくなってきたちょっとね、私はもっとすごいんだぞってところを見せられるように頑張ります。あ、すごい、今回もよろしくお願いします全然喋んない皆さんが大好きなタニチマルさんも今回も一緒です。なんとほぼほぼスタッフさんあんまり変わってません一面でやらせていただきます。ではね、どっかのね、前の番組でも似たようなこの手紙ありましたが、今回もこういう仕様なんですね。リカチマルさん、新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。今回も一緒に仕事ができて嬉しいです。さて、新番組スタートが決まったはいいのですが、実は番組のロゴがまだ作れていません。なるほど。でも天才であるリカチマルさんなら素敵なロゴを作るのも朝飯前ですよね。というわけで、今回は天才的な番組ロゴを作りつつ、人間として必要な発想力を身につけてください。なるほど、発想力を身につけるっていうことに人間力がつながっていくんですね。じゃあ頑張って、素敵なロゴを作ります。では早速ロゴを作っていきたいと思います。なんとデザイナーさんからすごいロゴ作りのポイントをこうまとめていただいたものを、なんかこうついさっきここパッて作ったらしくて、これの通りに沿ってやっていきたいと思います。まず1、番組タイトルの文字の要素を把握しよう。人間力向上バラエティ天才リカチマルの文字に意味に合わせて文字ごとにブロックを分けるとレイアウトが組みやすいです。なるほど、人間力向上、人間力向上バラエティで一つでもいいってことですよね。なるほど、どうしようかな。でも人間力向上バラエティはなんかサブ隊だから、天才リカチマルにこう重点を置きたいな。次2、文字の書体を決めよう。なるほど、書体には明朝体、ブロック体、丸文字、筆文字などがあります。なるほど、ちょっとまず文字だけでも書いてみようかな。人間力これなんかサブタイって感じ。天才リカチマル、そうだな、サブタイはなんかスタンダードな明朝体かな。赤ちょっと丸っぽくてもいいな。丸文字にしてみよう。ここを丸文字で、天才はここは一つでいいかな。
これはなんかすごいカクカクな文字にしてみたい。まあ、ブロック体もちょっと見つつ、ブロック体となんかカクカクして強そうな字にして、ミカチマル、まあ、なんか一緒でもいいんだけどな、同じでいいかな、同じでちょっと色で分けるって形にしよう。そして次は3文字の位置を決めよう。あ、もうなんかほぼ決まっちゃってるけど、あ、なるほど、縦横斜め部分的にどうするかも考えなきゃだ。天才はまっすぐ横で、イカチマルはなんか斜めにしてみようかな。人間力向上バラエティはもう真横でいいかな。そうね、行数も2行かな。人間力向上バラエティはちょっとちっちゃくして、天才リカチマルはでっかくする。そして次4文字に動きをつけよう。1文字ずつでもブロックごとでもサイズ角度をいじってみましょう。ちょっとやり直そう。え、天才斜めでもいい気がしてきたな。天才を斜めここに、天才入れて、リカチマルで、ここにちっちゃく人間力、でかく、あ、結構まとまりいいんじゃないですか、これ。こんな感じになりましたね。ここから5文字で遊ぼう。